ップルです。明けましておめでとうございます。今年も1年スプラボをよろしくお願いいたします。いや、スプラトゥーン3が発売される2022年になりましたね。すごい楽しみなんですけれども、早速スプラトゥーンの公式ツイッターの方から新年一発目ということでパブロの一筆書きの映像がツイートされましたね。今回はこの映像から分かることを考察したりとか解説したりとかしていこうかなと思います。じゃあまずちょっと映像見ましょうかね。いやー、かわいいかっこいいなんですけれども、こっから何がわかるかというお話ですね。あくまでまあ個人の解釈なんで、まあ外れてる可能性もありますんで、そこはまあご容赦という感じですね。それではどうぞ。まずはちょっと大きいところをお話ししていこうかなと思います。いや、 やっぱ BGM とこのパブロの筆ブンブンですよね。でこの BGM は今までのスプラトゥーンで聞いたことがないっていう BGM なので、おそらくまあラスト1分の BGM、まあ、つまり Now on Never のスプラトゥーン3アレンジの最後の部分か、もしくは勝利演出だというふうに考えられます。でまあパブロのバトンみたいな振り回しも、まあおそらくはスピード調整後に勝利演出になるかなと思いますね。振り回す速度に抑揚をつけてちょっと時間短くしてっていうことです。となれば気になるのはこれがどういう BGM なのか、勝利の BGM なのか、ラスト1分の BGM の最後の部分なのかですよね。これをちょっとねデータから分析していこうと思います。というところで見るのは音源の波形ですね。つまり音を視覚化したものなんですけれども、これ音を加工する人はいつも見てるものなんですけれども、これ見てみると結構急に始まってるんですよね。これ今見えてる範囲で 0.1 秒もないぐらいなんですけれども、まあ、結構急に始まってます。これはどういうことかっていうと、この音源自体がここから始まってるわけではないということの表れなんですね。どういうことかっていうと、どういう曲でも音源の最初ってわずかにノイズが乗ったりとかしますし、不安定な形で始まるんですよね。っていうのも音楽の音って、まあ、ずっと、まあ、人の声があって楽器の音があってっていう風に我々は聞こえてるんですけれども、その裏ではさっきまで演奏してた楽器の余韻であったりとか、まあ、残響言うたらリバーブ、分かりやすく言うとエコーみたいなものがうっすらと乗ってたりとかで、かなりいろんな音が混ざってるんですよね。なので何も混ざってないピュアな波形になるのは音源の一番最初の部分だけなんですよ。でそれがどういうことかっていうと、これ別の曲、まあ我々の曲で太陽の街っていう曲の波形なんですけれども、よく見てみると最初の方うっすら波形が、めっちゃちっちゃい波形がありますよね。これノイズなんですね。でそっから鳴り始めが遅い楽器の最初の部分がニューってちょっと入って、でいきなり全員ドーンって鳴らすから波形がいきなりこうガーンって崖みたいになっとると、こういう形にまあなるんですよ、差はあれど曲により。つまりこのパブロ一筆書きってそうやって見比べてみると割とぬるっと始まってますよね。この形っていうのはやっぱり人工的にブツッと切って、で人工的にブツッと切っちゃうとやっぱりいきなりバーンみたいな音から始まっちゃうんで、それは良くないってことで、ちょっといわゆるフェードインさせる、若干だけフェードインさせるっていう加工を施さないとこういう形にはならないっていうことです。これね、ヘッドフォンとかで他のゲーム、スプラトゥーンもそうなんですけれども、ゲームの BGM であったりとか、あとスマートフォンの着信音とかいろいろ聞いてみると、やっぱりね最初にねわずかにノイズが乗ってるんですよ。はい、爆音で聞いてみると分かると思うんで、まあ、耳壊さない程度にぜひぜひお試しいただければなと思います。音に関してはね別の動画も出してますので、より詳しく知りたいという方はそちらの方もぜひぜひ見ていただければなと思います。でこっから何が分かるかっていうと、これ勝利演出の BGM やった場合っていうのは言うたらその曲だけで完結しますよね。だからこれが勝利演出の BGM やったら、こっから曲がスタートしてないといけない、つまり最初にノイズが乗ってないといけないんですよ。なんですけれども、このノイズがないっていうことは、おそらく Now on Never のスプラトゥーン3アレンジの最後の部分を切り取った音源であるということがわかるかなと思います。すごいロックな感じに仕上がってますよね、これ。いやー、かっこいいなと思います。この曲を聴くためだけにちょっと縄張りに行きたくなるかもしれないですね。ちなみにパブロの元ネタになっているのはパブロ・ピカソっていうかの有名なピカソなんですけれども、ピカソは生前の映像でピカソが絵を描いてるキャンバスをピカソがいない側の反対側から撮影したっていう映像があるんですよ。これどういうことかっていうと、ピカソがいた当時ってまあ
ピカソはあの1970年代とかに亡くなってはるんですけれども、まあデジタルも何もない時代ですから、要するにピカソが絵を描いているところを撮ろうと思ったらピカソごと写さなければいけなかったんですけれども、裏側から撮ることによってピカソ写ってないけどピカソの絵が完成していくっていう摩訶不思議な映像があったんですね昔。今でこそね、例えばあのクリップスタジオとかもそうですけれども、デジタルで絵描いているところを撮影して絵が完成していくっていう映像は今でこそ見慣れたものなんですけれども、まあ当時としてはかなり画期的な映像だったんですよね。でその時の映像が、まあピカソあの筆で絵を描いてたんで、その映像の時はまさにこんな感じの映像で、このいわゆる新しい2022年の映像自体がそもそもピカソオマージュっていう可能性がありますね。結構やっぱスプラトゥーン作ってはる人、特にデザイナーの方々ってそういうビジュアル面とか芸術面に精通してはるんで、その映像の存在をやっぱり知ってると思うんで、まあ、あのオマージュの可能性が高いのかなというのはパッと見て最初に思いましたね。つまりこれどういうことかっていうと、裏でやっぱり描いてる人がいないと成り立たない。でよく見てみるとパブロで描いたような2022じゃないですよね、筆の最後の払いの形とかが。やっぱ北斎もいるんじゃないですかということですよね、これは。いやー、北斎さんお疲れ様ですっていう感じですね。次はまあピアスが可愛いですよね。このピアスについてなんですけれども、ギア、まあ要するにあの服とか帽子の装備っていうのはスプラトゥーン2までは頭、まあ、帽子とかの頭と服、あと靴の3種類でしたよね。なんですけれどもスプラトゥーン3のトレーラー2にはですね、謎のね、あのメガネ2つ付けファッションとかがいるんですよね。これまあ、あのもしかしたらそういうバンカラファッションなのかもしれないんですけれども、まあそうじゃない限りはおそらく頭のギアがまあ2つに分かれるんだろうということやと思ってます。でその上で今回の映像、まあ今回の映像だけじゃないんですけれども、まあイカちゃんあのピアスしかしてないですよね。で頭のギアしかついてない場合、だから帽子しかかぶってないとかの場合っていうのは、例えばあの目はコンタクトとかいう可能性も非常に高いんですけれども、耳であったりとか目のギアしかついてないイカちゃんがちょくちょく映り込んでるっていうのは、やっぱりギアに装備しないっていう選択肢が現れるってことなんじゃないですかねと思いますね。でファッションにおいてやっぱりあのつけないっていう選択肢もすごい大事なんですよ。大事やとはいえ服着いひんっていう選択肢を取らせるのはまずいですよねそう、それは一大事なんで、まあそうならんように頭のギアっていうのを2つに分けたりとかして、まあ目の部分、目と耳と頭みたいな感じで2つに分けたりとかして、まあつけるつけないであったりとか、それこそヘルメットみたいに丸々1つっていうカテゴリーみたいな感じにしてギアの自由度を上げたりとかしてるのではないかなというふうに個人的にはまあ捉えましたね。どちらにせよね、あのもちろんあの今まで通り頭のギア丸々一つっていう可能性もあるんですけれども、これまでと同じやったらあのちょっとあの説明してほしいギアがちょくちょく映り込んでるというか、まあこれですよね、あのメガネ2つはどういうことなんやっていうのをちょっと説明してほしいっていう感じで、まあおそらく今までの見てると分かれるんじゃないかなと思ってて、まあつけるつけないの選択肢取れるんじゃないかなとは思いますね。はい、まあつけないことによる多分メリットがあるんやと思います。そういうのがちょっと分かるかなと思いましたね。次は眉毛の形ですよね。これまでに、まあ、ないもの、ハの字型というか、まあ、ちょっと垂れ眉みたいな感じになってるんですけれども、スプラトゥーン3の最初の PV ではね、あの髪型とかを選ぶっていう項目はあったんですけれども、眉毛を選ぶっていう項目はなかったですよね。まあ、もちろんあの映像自体が開発段階っていうのもあるんで何とも言えないところなんですけれども、もしかしたら最初は眉毛と髪型がセットで、後からまあアップデートで追加されたりとか、まあ後から詳細に設定できるみたいなことになってるんかもしれないですね。っていうのもあの実際絵を描いてる人とかやとすごいわかると思うんですけれども、眉毛って難しいんですよ。やっぱ髪型とかのバランスもありますし、ということで眉毛も自由に選べるようになると、多分一気にキャラメイクというか、まあ、後から変えれるとはいえ、なんかこれ可愛いよねみたいなものを選ぶ難易度が上がる。まあでも眉毛常に一緒っていうのもそれはそれで味気ない。つまり眉毛と髪型をセットにしたテンプレートみたいなプリセットを作っておけば、眉毛の自由度も上がりつつ、かつ自由なあの姿にできるみたいな、かつなんかそれなりに見た目が可愛いイカちゃんに落ち着けることができるっていう風になると思うので、おそらくまあ髪型と眉毛がセットなんじゃないかなと。ただあのスプラトゥーン3トレーラー1の最初の映像では髪型選ぶときに眉毛変化してなかったので、まあないとは思うけど、眉毛リセマラみたいな謎ワードがちょっと誕生する可能性は、まあ、ないとは思うけど、もしかしたらなんかあの作り出した時の眉毛をそのまま引き継がなければいけないみたいなことになるかもしれないですけどね。さすがにないと思いますけどね。
まあ、そんなこと思いましたね。とりあえず眉毛の形がいっぱいあるってことは、まあ選べるか、まあ少なくとも人と違う眉毛にすることはできるというところがまあ分かって面白いかなと思いましたね。はい。いかがですかね。我々スプラボということで、まあスプラトゥーンの世界観考察とかもしてるわけなんですけれども、世界観視点でいくと、まあインクがかすれてる部分ですよね。ここにはヒントが隠されてそうにまあ見えるんですけれども、おそらくまあテクスチャーを使い回してるんですよね。これまあ手抜きとかいう話じゃなくて、まあデザイン業界であったりとか、ごく当たり前のことですよね。同じテクスチャーを使うっていうのは、だからよく見ると左上以外はまあ同じですよね、かすれ方が。なんでまあ世界観的にはヒントにはならなさそうなんですけれども、まあそんなことは別に些細なことなのでやっぱスプラトゥーンってすごいこういうところに小ネタとか伏線とかを散りばめていくゲーム、他のゲームよりもやっぱりそういうところが多いので、ついついついやっぱちょっと見ちゃいますよね。だからテクスチャ使い回してはいるんですけれども、そのテクスチャ自体に何かヒントがあるんじゃないかとか、ちょっと勘ぐっちゃうところではあるんですけれども、まあさすがにね、ここには隠されてはないと思います。やっぱりこの映像自体が、まあわかんないですよ、わかんない、俺がそう感じただけだけれども、この映像自体がまあパブロ・ピカソオマージュであるっていうことと、この BGM が個人的な解釈やと、やっぱりナウ・オン・ネバーの最後の部分であるというところが、この映像やっぱ一番でかいのかなと思いましたかね。はい。まあ、こうやって波形見て分析したりとかするっていうことがなかなかする人も少ないと思います。まあ普通にスマホとかじゃやっぱできないことですから、はい。まあそういう意味でね、この BGM どっちなんやろうってそわそわしてる方のちょっとヒントにでもなればいいかなと思います。まあ、何よりね、やっぱりスプラトゥーン3の情報でしょうから、これはスプラトゥーン、今更スプラトゥーン2の情報が出てくるとは思えないですし、何よりやっぱ髪型とかもスプラトゥーン3のものですから、新情報としてこういうのを見れるのはすごいいいですね。という感じで、新年一発目、2022年一発目の動画、こんなところで終わろうかなと思います。もしよければね、チャンネル登録、高評価などなどよろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。